はい、どうもこんにちは、マキです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、大根などに効果があり、秋冬野菜を猫伏線虫から予防しようというところですね、そういったところをですね、ご紹介していきたいと思います。猫伏線虫というのはですね、土の中に、ね、いる線虫、虫になるんですけれども、とても、ね、ちっちゃなものなんですね。これが、ね、いることによって根っこの部分がゴツゴツと、ね、してしまって、肥料とかですね、水分を、ね、吸収しなくなってしまいます。それで成長がうまくいかなくなってしまうことがありますので、今日はですね、まあ、ね、今8月下旬になりますけれども、簡単にですね、そういう、ね、猫伏線虫を、ね、予防できる方法ですね、そういったところをですね、ご紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。マッキーチャンネル、はい、ではですね、早速ね、説明していきたいと思いますけれども、大きく分けてですね、対策は3つあります。まず1つ目はですね、マリーゴールドを土の中に、やるっていうところですね。そして2つ目、太陽熱消毒をするっていうところ。そして3つ目、米ぬかを混ぜていくっていうところですね。このね、3つをですね、ちょっとね、実際に作業をしながらですね、ご紹介していきたいと思います。はい、ではまずはですね、マリーゴールドになりますね。マリーゴールドっていうのはですね、花になるんですけれども、これがですね、猫伏線虫が嫌がる成分、香りをですね、出しまして、土の中にですね、すき込んだり、あとね、その場所で育てていくことによって、猫伏線虫をね、予防できたりします。ちょっとね、マリーゴールドを見てみましょう。はい、こちらがですね、マリーゴールドになるんですけれども、すごくね、綺麗な花ですよね。はい、ね、これからまたね、花もね、ここつぼみが出てきまして、これからね、花を咲かせてくれそうな、そんな感じがします。そしてこれね、育てているんですけれども、はい、こんな感じでね、育てていくとね、猫伏線虫の発生が予防できます。あとはですね、こういう葉っぱですね、ちょっとかわいそうですけれども、例えばね、こういう葉っぱがね、あるとします。こういうものですね、取ります。取りましたら、こういうね、まあ、これちょっと少ないので、ちょっとお試しって感じですけれども、こんな感じで土の中にね、忍ばせます。そしてちょっとね、こうやって砕きながらですね、細かくしながら土の中にですね、入れてあげて、それでね、分解をしていきます。こんな感じで埋めてしまっていいですね。そうすることによって分解されて、予防ですね、猫伏線虫ですね、出にくく、ね、なってきたりしますので、そんな感じでね、対策をしていただくといいかなって、ね、思います。はい、2つ目の、ね、対策としてはですね、太陽熱消毒っていうものがあります。太陽熱消毒はですね、こんな感じで透明なマルチを引いておくことによって、これね、引くことで土の温度でですね、温度ですね、中の温度が50度以上になります。50度以上になるとですね、猫伏線虫が、はい、死滅しまして、それでね、被害ですね、猫伏線虫がいなくなりまして、その後にですね、大根とかね、種をまくことでね、予防ができていくっていうね、イメージになります。はい、次はですね、3つ目としては、米ぬかを入れるっていうところになります。こちらですね、ちょっとね、あの野菜育てていこうかなって思っていますので、せっかくなのでね、こちら土作りもしながらやっていきたいと思います。まずですね、こちらが米ぬかになりますね。これね、米ぬか、精米所とかでね、ご自由にお持ちくださいというね、米ぬかになります。これをですね、ちょっとね、じゃあ撒いていきたいなと思います。米ぬかは微量栄養素にもなりまして、まあ、窒素、リン、カリって言って植物が育つにあたってね、必要な肥料がね、あるんですけれども、これがね、まあ、微量ながらですね、少ないながらも入っているっていう感じになりますので、これをね、やっていきます。さらにね、これをやることによって、米ぬかをまくことによって、さっきのね、猫伏線虫も予防できたりとか、あとは、土ですねが、ちょっとふかふかにもね、なりやすかったりね、しますので、はい、そんな感じでね、ちょっとこうパラパラパラってね、薄く雪ですね、薄雪が積もるぐらいの量ですね、そのぐらいを上げていくといいですね。あまり多いとかえって虫が湧いてしまったりしますので、適量ですね、適量を撒いていきます。はい、そしてあとね、こちら、生ごみの堆肥ですね。僕はね、パナソニックの、生ごみ乾燥機というものですね、それでね、乾燥させたものがあるんですけれども、ものとしてはね、こんな感じです。卵の殻とかパンとかですね、
フルーツの皮とかナスの皮とかですね、そういったものをですね乾燥、3時間ぐらいで乾燥するんですけれども、これをですねちょっとね巻いていきたいなと思います。じゃあこれもまんべんなくねちょっとね巻いていきます。よいしょ。これねあるとね肥料とかねあんまり買わないでもねちょっと育てられるようにねなってきていまして、とてもね経済的です。ただ生ごみ乾燥機はね8万円ぐらいねしてお高かったんですけれども、しっかりね元ができるようにですね、はい、野菜もね育てながらですねやっていきたいと思います。そして次はですねこれですね、この間バーベキューをしたんですけれども、バーベキューで出た炭の粉ですね、そういったものをですねちょっと使っていきます。これをね使うことによって土の中のですね、この日本のね土っていうのは酸性度になりやすいですので、こういう燃やしたものをですね入れることによってアルカリ性になるんですね。それでアルカリ性になりまして植物がね育ちやすくなりますので、これもねちょっと巻いていきます。はい、じゃあパラパラ、ちょっと炭もねまだ残っています。これも炭を巻くことによってね、はい、ふかふかなね土にもなっていくかなってね思いますのでね、はい、全部ね入りました。そして、しっかりね土、耕していきたいと思います。これをねしっかり耕すことでね土とね分解していい状態になっていきますのでね、ちょうどこのクワが20センチぐらいになりますので、深さね20センチぐらいですねを目安に混ぜていくといいですね。そしてプラス土の塊とかもねあったりしますので、はい、土の塊もねしっかりと砕いて、土がねサラサラになるようにねやっていきたいなと思います。はい、できました。こんな感じでですね、はい、しっかりね耕すことができました。じゃあこれでねしばらく、今日はね8月下旬に25日に、ね、なりますけれども、しっかりね、土となじむようにねしまして、それで、はい、このね場所は秋冬野菜ですね、キャベツであったりブロッコリーであったりですね、そういったもの、白菜とかですね、そういったものをね育てていきたいなと思います。ね、こんな感じで猫伏せんちゅうですね、しっかりね、いろんな場所で今ね対策をしたんですけれども、これでね、ちょっとでもね被害が減って美味しいね野菜育てられる可能性ねググッとね上がりますので、皆さんもよければ参考にしてみてください。はい、またね野菜別でね育て方って形で紹介していきたいと思いますので、チャンネル登録と通知ボタンを押しておいていただけると、そういった情報もですねあなたのもとに届きますので、よければねよろしくお願いします。また質問とかありましたらですね、こちらのチャンネルでもですねお答えしていますので、そちらもねよければ参考にしてみてください。はい、じゃあ最後までねご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。